熱心だね。何か手がかりになるようなことは見つけられたかい？さっぱりさ。そもそも日本語で書かれた本を探すことからして骨だぜ。じい様は一体何カ国語を読めたってんだ。大したもんだぜ。バトラ君は眠くないの？誰かが起きていてくれてるうちに休んだ方がいいよ。ナスヒおばさんは寝ずばんをしてくれると言ってるけど、体が持つわけない。ローテーションで休んだ方がいいよ。あ、じゃあ兄貴が先に休めよ。俺は眠気が来るまでちょいと調べ物をしてるさ。さっきの魔法陣？うん、まあな、どうせ時間は腐るほどあるさ。ベアトリーチェ様がどういうメッセージを込めやがったのか面白そうだと思ってよ。よせよ、そういうのやってると妙なのに取りつかれちまうぜ。安心しろよ、俺はマリアにお墨付きをもらってるぜ。俺には霊的才能は画期なんだとよ。マリアのこと邪険にしすぎたかな。ジェシカ、今はそれを考えてはなりません。でも母さん、もしもマリアが無関係で犯人が他にいたなら、犯人は襲いやすい相手を狙うに決まってる。それで殺されたなら私たちは見殺しにしたことになるよ。気持ちはわかりますが、マリアは犯人と接触し、こともあろうかその肩を持つように煙に巻く発言を繰り返しています。私はこの部屋から追い出せて清々しています。夏日おばさんって結構きついっすね。
9歳の女の子のザレ事かもしれないじゃないっすか。もしそうだったなら明日謝罪します。彼らをこの部屋から追い出したのは全て私の責任です。だからあなたたちが気に病むことはないのです。なんでマリアってあんなことばかり言うんだよ。自分で自分の首を絞めてるぜ。もともとマリアちゃんが魔女や魔法に傾倒するようになったのは、僕はローザおばさんのせいじゃないかと思ってる。ローザおばさんのせい？何がどう関係してるってんだよ。バトラ君だって気づいてるんじゃないかい。マリアちゃんの本当の父親は随分昔に蒸発してるんだ。おばさんはそれを海外出張とか言ってごまかしているけどね。後宮家ではローザさんたちに関わる話はタブーとされているところがあります。おばさんは再婚だって考えたと思うよ。でもマリアちゃんの存在が枷になって非常に難しかったんじゃないかと思うんだ。だっておばさんは時折ものすごく感情的にマリアちゃんに当たっていたから。それについては同感だぜ。ローザおばさんはマリアを好きになろうと努力してるように見えた。ってことはつまり好きじゃないってことなんだよな。再婚の妨げになっているマリアに思うところがあったんだろうよ。母親の感情的な拒絶がきっと彼女の幼い心に深い傷を残したと思うんだ。そしてどこかでオカルト趣味と出会い、心の隙間を埋めるように没頭していく。知ってるかい？マリアちゃんにとって魔女のイメージは決してネガティブなものじゃないんだよ。ほら、昨日海岸でマリアちゃんのノートを見せてもらわなかったかい？ああ、なんだか楽しそうな落書きでいっぱいだったぜ。僕は今頃になって胸中を告白するよ。マリアちゃんを、いや、ゲンジさんたちを追い出したのは多分いけないことだったんじゃないかな。気まずくはあるぜ。なら皆さんはあの手紙をどう説明するのですか？私の後ろにいた4人以外の誰にも置くことはできなかった。それは私がこの目ではっきり確認しています。あの4人が潔白だというならどうやってこの密室の8人もの人間がいる中で手紙を置けたというのですか？そうなんだよ。その話が始まっちまうと確かに4人は怪しいってことになっちまう。だが全然ダメなんだ。ああ、全然ダメだぜ。ダメって何がだい？ああ、もう今さら何の役にも立たないかもしれねえが、またチェス盤をひっくり返させてくれ。つまりあの4人が本当に犯人だってんならよ、
おかしいんだよ。そうだぜ、あんなテーブルの上に堂々と置いたら、この中に犯人がいますよと告白するようなもんじゃねえか。そうだよ、おかしい。やるなら例えば扉の隙間に置いて廊下側から差し込まれたように見せかけるとか。そうだよ、部屋の外に犯人がいるように見せかけなきゃ自分が疑われてしまうことが分かってたはず。ああ、そういうことなんだ。あの4人の中に犯人がいたとして、テーブルのど真ん中に手紙をポンと置くことはリスクばかりで何の意味もないんだ。だがどうやってそこに手紙を置いたかのトリックは置いといて、あの4人以外の誰か、すなわちこの部屋の外に犯人がいたと仮定したとき、あの手紙には大きな意味が生まれる。よしなさい、バトラ君。今さら些細な問題です。この部屋の外に犯人がいて、俺たちが外からは手出しをできない密室に立てこもっちまったらお手上げだ。あ、そうだよ、この部屋からじい様がいなくなったって話の時、俺が披露した説じゃねえか。じい様が自分から出ていくという説。自分から出ていくような何かの細工を犯人がして、まんまと外へおびき出していたのだとしたら、私たちは犯人の罠に見事ハマって新しい生贄候補を送り出しちまったことになるぜ。源氏たちもバカではありません。身を守ろうと思うなら、この部屋の次に安全な場所をすぐに思いつくでしょう。そこできっと身を潜めています。なあ夏日おばさん、きついこと聞くぜ。もしあの時たまたまジェシカもおばさんの後ろにいたなら、おばさんはこの部屋からジェシカも追い出してたかい？確かに残酷なところはあったかもしれない。でも夏日おばさんは母として娘を守りきろうと思った。その責務から自分がやがては糾弾されることを覚悟で彼らを追放したんだ。俺は別にそれを責めてるわけじゃねえ。ただそのジェシカはいいおふくろを持ったなってそう思ったのさ。そうだね、夏日おばさんは朝からずっと続いているこんな事件の中でも冷静さを失わず、ずっとみんなを牽引してきてくれた。もしおばさんまで混乱していたら、僕たちは今頃全員犯人の手にかかっていたかもしれない。だから僕たちはおばさんに感謝しなくちゃいけないと思う。ありがとう。バトラたちの言いたいことはつまりこういうことだろ。マリアの母でもあってほしいって。私マリアのことを実の妹みたいだとずっと思って可愛がってきた。なのにいろんなことがあってちょっと混乱しちゃって、ひどいことをたくさん言って傷つけてしまった。母さんお願いだよ、マリアも、うん、みんなも一緒にいようよ。私たちの中に犯人なんていなかったんだよ。この事件の犯人は魔女のベアトリーチェでいいじゃないか。だからもう疑い合うのはやめようよ。
主人と結婚してから12年もかけてようやく授かった。大切な娘です。私はジェシカを守るためならどのような鬼にでもなります。この魔法陣だ。ここに置いたのか、その方法は捨ておくぜ。とにかく犯人の狙いはたった一つ、この鉄壁の書斎に疑心暗鬼を引き起こして生贄の羊を俺たちの手で外へ放り出させることだったんだ。だとしたら狙いは外へ出された人たちだ。電話が故障していて使えないはずなのに。そんなことは関係ねえさ。もしマリアたちが助けを求める電話だったら。そもそも電話の普通が犯人の工作によるものならば、この電話はおそらく。トロ、おばさん、何かの理由で電話が回復したのかも。マリアちゃんたちからの緊急の電話の可能性もある。そうだぜ。それに万一犯人からの電話だったらちょうどさ、話を聞いてやろうじゃねえか。それにどうせ電話だ、受話器越しに何をほざいたって痛くも痒くもないぜ。おばさんが取らないなら俺が取るぜ。私が取ります。もしもし。歌って何ですか、おばさん。わかりません。電話の向こうでかすかに誰かが歌っているのが聞こえます。何のことやら。
ちょっと受話器を借ります。もしもし、おい、もしもし、誰だ、返事をしろ。歌ってるのはマリアなのか。返事をしてくれ。何が起こってんだよ。どういうことだ。わからねえ。一つ言えることは、多分これは罠で、そしてマリアが危険だってことだけだ。行こう。罠かもしれないことは分かってても、行かないわけにはいかない。ああ、まったくだぜ。ジェシカと夏井おばさんはここにいてくれ。お待ちなさい。あなたたちだけに行かせるわけにはいきません。私も行きます。ジェシカはここで待ちなさい。私だけのけものかよ。冗談じゃない、私も行くぜ。そうだな、その方がいいかもしれねえぜ。電話が俺たちをさらに分散させる狙いがあるってんなら、留守番を残すのは適当じゃねえ。議論する暇も惜しい。みんなで行こう。マリアちゃんは確か客までテレビを見たいと言ってたよね。階下に降りてみよう。そうですね、行ってみましょう。みんなは周りに用心して。うわ、僕はずっと思ってたんだ。カノン君のように胸にあのアイスピックを突き刺すことは不可能ではないと思う。でも母さんたちのように頭蓋骨を打ち抜いて眉間に突き立てるなんて簡単なことじゃないと思うんだ。犯人はそれだけバカ力ってことか。多分あのアイスピックを飛ばす、あるいは打ち込む射出機のような武器があるんだよ。人力だけであれだけ深々と一突するには、あの絵は短すぎる。いずれにせよ頭蓋骨を打ち抜くほどに強力です。カノンの傷も肺にまで届いていたそうです。もし相手の姿を見ても決して前に出ないように。私の後ろから出てはいけませんよ。
扉は僕が開ける。夏日おばさんとバトラ君は武器を構えてて。わかりました。気をつけて。開けると同時に攻撃してくるかもしれないぜ。ジョージ兄さん注意して。うん、じゃあ行くよ。開いた。ありがとう。ジョージ君とジェシカは後ろに下がって。おばさん、一気に飛び込んで左右に分かれよ。扉を開けてボサッとしてたら例のアイスピックがど真ん中に飛んでくるかもしれねえぜ。承知しています。いいですか。やっぱ嫌だって言いてえな。行きます。マリア、歌うのをやめろ。
聞いてるのか。これはどういうことなんだ。誰がやった。ポーン、ベアトリーチェ。いい加減にしろ。よすんな、バトラ君。マリアちゃん、今度こそ君は3人を殺す犯人の顔を見たはずだよ。犯人は君に手紙を渡したというベアトリーチェなのかい。おう、ベアトリーチェ。ああ、ならこれで確定したぜ。19人目はいるんだ。ベアトリーチェは実在するんだ。じゃあマリア、これくらいは教えてくれるよな。奴はこの3人をどうやって殺したんだ。何をどうやったらあんなむごい殺し方ができるんだ。知らない。知らねえってことはねえだろ。この部屋での出来事だぞ。歌を歌うのに夢中で気づかなかったとか言い出すんじゃねえだろうな。落ち着いて、バトラ君。マリアちゃん、僕とお話ししようね。マリアちゃんはどうして壁を向いてお歌を歌っていたのかな。ここでね、壁を向いてお歌をずっと歌っていなさいって言ったの。うん。じゃあベアトリーチェがここへやってきたんだね。その時にはまだゲンジさんたちは生きていたんだよね。うん。みんなで客間に来て座ってた。ゲンジさんはちゃんと鍵をかけてたよ。確かに鍵はかかってたが、じゃあどうやってベアトリーチェは客間に入ってきたってんだよ。おお、でもベアトリーチェは魔女だから鍵なんか関係ない。蝶々になって扉の隙間から通り抜けてきたんだよ。はあ、冗談も休み休み言いやがる。そんなわけねえだろ。お前は何を言ってやがるんだ。信じられないよね。言いたくなかった。どうせ言っても信じないの。でもベアトリーチェは魔女なの。不思議な魔法で何でもできるの。だからベアトリーチェは鍵のかかった扉なんか全然関係ないんだよ。それで現れたベアトリーチェは、そしてみんなはどうしたの。ベアトリーチェは言ったよ。おじい様の書斎は強力な力に守られていてどうしても入れない。だからあと3人の生贄はこの客間の4人の中から選ぶって。みんな嫌だって言ったよ。熊沢さんは嫌だ嫌だってすごい言ってた。でもベアトリーチェは選ぶよ。そしたらね、ベアトリーチェはマリアはいいよって言ってくれたの。どうしてだと思う？バトラがマリアの安全を祈って念を込めてくれたあの火星の5の魔法陣のササミのお守りがあったからだよ。だからその力でベアトリーチェはマリアにだけは何もできなかった。だから生贄はマリアじゃない3人に決まったの。そしたらね、ベアトリーチェはね、言ったの。さあさあ、壁に向かってお歌を歌って聞かせなさい。あなたはたくさんたくさんお歌を歌うから、何が起こっても何が聞こえても聞こえない聞こえないわからない。さあさあ、
楽しいお歌をわらわにたくさん聞かせておくれ。だからマリアはずっとお歌を歌ってた。ずっとずっと歌ってたんだよ。だから何も聞こえない、わからない。そしたらバトラたちがやってきたんだよ。うん、それを信じろってのか。バカにするんじゃねえぜ。じゃあ今度は誰を疑う？マリアを疑う？マリアをこの場で殺してみる？そんなことしてもベアトリーチェはいなくならない。これで第8の番は終わったよ。ベアトリーチェは蘇る。ふざけんな。もうそんな話は金輪際ごめんだぜ。魔女なんているもんか。煙に巻かれてたまるか。俺は認めねえぞ。ベアトリーチェなんていいね。絶対に俺が認めねえ。だから存在なんかさせねえ、蘇りもさせねえ。伝説は永遠に伝説のままだ。この俺がそんなことを認めねえ。よせよバトラ。マリアが殺したわけでも見殺しにしたわけでもない。ベアトリーチェが来て、マリアは抵抗できず従わざるを得なかっただけだぜ。あれ、夏日おばさん、おばさんがいない。あれ、母さんどこ行ったの？さっき手紙を読みながら一人で出て行ったよ。後宮家代表、後宮夏日です。姿を見せなさい、黄金の魔女ベアトリーチェ。ようやく姿を現しましたね。あなたのような存在が本当に存在したなんて私は未だ信じることができない。でもそれは問題ではありません。後宮家の代表であると自負する私と、後宮家の当主を引き継いだと自称するあなたが今この場にいる。あなたが本当に魔女なのかどうかは今となっては些細な問題です。決着をつけましょう。後宮家を真に引き継ぐ者はどちらか、この後宮夏日か、あなたベアトリーチェか。あなたの決闘の申し出、慎んでお引き受けさせていただきます。
ジェシカちゃん、一人で先走っちゃいけない。今のは銃声だぜ。夏代おばさんが撃ったんだ。おばさんは一人で抜け出して、どうして自分の額を撃ち抜いてるんだよ。マリアちゃん、夏日おばさんは手紙を読んでから部屋を出たんだよね。手紙がない。くそ、おばさんは何を読んで、どうしてここに誘い出されたんだ。知らねえぜ、知らねえぜ。そんなことはどうでもいいぜ。何なんだよ、どうして自殺なんだよ。第9の晩に魔女がよみがえり、誰も生き残れはしない。そして第10の晩の旅は終わり、黄金の里へ至るだろう。これで全部終わったね、ベアトリーチ。おめでとう、おめでとう。だからマリアを導いて、あなたの話してくれた黄金郷へ。今こそ。仕上がれ。何が楽しい、何がおめでたい。この島には18人いた。14人死んだ。残りは俺たち4人だ。俺は絶対に死なねえぞ。夜が明けるまで、いや、台風が過ぎ去ってまた船着き場に海猫たちが帰ってくるまで、俺は絶対に死なねえんだよ。生き残ってやる、生き残ってやる、絶対。よしなよバトラー、ベアトリーチェに銃なんて意味ないよ。それに生き残るも何ももうおしまいなんだよ。もう旅は終わったんだよ。ほら時計を見てごらん。
から意味なんてないってば。ベアトリーチに鉛玉なんて意味ないってば。バカだね、人間は。俺は魔女なんて認めねえぞ。貴様は誰だ。一歩でも動いてみろ、指一本でも動かしてみろ。こいつをぶち込んでやる。蘇ったよ。